日本人最高の投手ってダルビッシュと大谷のどっちなの？そらダルビッシュよ。大谷は田中以下で松坂超えてるかも微妙。近年なら大谷の方が成績良いが、キャリアが違うからな。これから次第では大谷になるが現状だとダル。そら大谷の本職は打者だもん。ピッチャーもできる打者大谷は投手としてやらなければならない調整を完全にやらずに毎回マウンドに上がってる。専門職のダルとは比べられん。大谷ってピッチャーとしては二流だよね。日本時代の成績だけ見てもダルビッシュは5年連続防御率1点台の化け物だぞ。大舞台に弱いとか言うが、道知りで負けた時なんて味方がパーフェクトで抑えられたみたいな無援護のパターンが大半。ドジャース時代の WS はアストロズのサイン盗みで打たれただけだし。山本由伸、ご視聴ありがとうございました。